あなたはおいくつなの？昔、地下の繁華街で仕事の待ち合わせをしていた時、突然見知らぬ男から声をかけられた。道を尋ねたいのかと思ったら、すみません、あなたの年齢を教えていただけませんでしょうか。なぜ？信仰宗教かなんかか？といぶかっていると、友人があなたがおいくつなのか教えてほしいと。チラ見した方を見てみると、金髪碧眼の外人男性いた。当方男で外人に見初められるようなことはない。まさかそっち系の人？なぜそんなことを？と悩みながら、25歳ですとその当時の年齢を答えた。男性は外人のところに戻り説明すると、2人でこっちの方に戻ってきた。外人は英語でまくし立てたのだが、連れの男性が翻訳してくれた。驚かせて申し訳ない。どうしても君の容姿が子供に見えてしまって、日本人は一体いくつから働き始めるのかと思ったとのこと。こっちはスーツ姿なのに中学生くらいにしか見えなかったらしい。なんだよそれは。東南アジアではそれくらいの子供でも大人同様働いたりするから、日本も同じなのかとびっくりしたらしい。外国人は日本人の年齢を低く見がちだというが、それはないだろう。どうやったの？今何したの？アメリカでホームステイした時、滞在先の娘さんに折り紙で何か折ってほしいと頼まれた。でも折り紙がなかったので、手持ちのルーズリーフで折ることに。近くに切ってから作るねと言ったら、ハサミ取ってくると駆け出そうとするんで、わざわざ行かなくても大丈夫だよと止めた。ペンケースから取り出した定規をルーズリーフに当ててスーッと切った。ぬおぉ、女の子が素でこんな顔になってた。どうやったの？今何したの？と軽くパニック。日本人なら当然の定規の使い方だけど、その子にとっては本当に驚きだったみたい。その後、折り紙のことは忘れて髪を楽しそうに切りまくる。うまくできるようになると、ママ見てとニコニコ報告してた。可愛かった。